米大リーグ機構は14日、各リーグで最も優れた打者に贈られるハンク・アーロン賞最優秀打者を発表し、史上初の50から50、54本塁打、59盗塁を達成したドジャースの大谷翔平選手30が2年連続2度目の受賞に輝いた。両リーグでの受賞は史上初の快挙。大谷は昨年 アジア選手として初めて同賞を獲得した。受賞者は、ファン投票と電動入りした元選手らの投票によって決まり、大谷は2021年から4年連続で最終候補入りしていた。大谷は今季、右肘手術の影響で打者に専念して159試合に出場し、打率3割1分、54本塁打、130打点、5球投塁と圧倒的な成績をマーク。 本類と打点の2冠を獲得し、大リーグ史上初めて、50から50を達成した。両リーグでの2年連続本塁打王も史上初で、打点王は日本選手で初めて。打率は首位打者のアラエス。パドレス、24輪差。59盗塁は1位のデラクルス。レッズ、28個差でいずれもリーグ2位。その他、オップス1.036。 出塁率3割9分、長打率64万6134得点はリームトップだった。ハンク・アーロン賞は、大リーグ歴代2位の通算755本塁打を放ったハンク・アーロンさんの功績を称えて1999年に創設された。最多受賞はヤンキースなどで活躍したアレックス・ロドリゲスの4回。現役選手の複数回受賞はトラウト、エンゼルス、 ハーパー、フィリーズ、イエリチ、ブルワーズ、ゴールドシュミット、カージナルス、スタントン、ゲンヤンキースの5人だけ。